海外外漫画の本棚今日は番外編です第41回の海外漫画の本棚でこちらですね「世界文字の大図鑑謎と秘密」という、まあ、日本の本屋さんではとなんか絵本コーナーとかに並んでそうな、まあ、そういったような作品を取り上げましたので、えー、今回の番外編は、まあ、海外の絵本のような漫画みたいなものについてですねあれこれおしゃべりしていきたいと思います。はい まあなんか漫画と絵本の境界って結構難しいというか、うん、まあ以前私はあの漫画家のあの山本美紀さんとね、そのテーマでお話しさせていただいたことがあって、はい、まあなんかそう境界でバツッと切れるもんじゃなくって、なんかもう結構グラデーションみたいな感じだよね、みたいなお話とかはね、させていただいてたりもしてたんですけれども、 まあ、結構、例えば、まあ、バンドディシネとかだと、まあ、タンタンの冒険とかは、まあ、あのフランスでは、まあ、漫画として、ね、受け入れてられているかと思うんですけれども、日本では、まあ、もう絵本みたいな感じで取、ねね、られてたりみたいな、まあ、そういったような、ね、あのものもすごくたくさんあるかなと思うんですが、 えっとー、まあ、前回ね、取り上げました、このヒルダーのシリーズとかも、うん、まあ、あの、それこそ、ま、ね、日本ではもうこれ、まあ、原作絵本って書かれてますけれども、ま、あの、ね、まあ、でも、あの、中身はね、<え>小回りもされていて漫画じゃないのかみたいなね、えー、そういう作品はね、結構いろいろあるんじゃないかなと思います。海外はさ、やっぱそこは結構、<ー>なんていうか、どっちもやるっていうか作家が、 割とそういうこと多いんじゃないですか。バ,バンドデシの作家も絵本やるとかっていうことすごくよくあるので。ああ、ありますね。それ,、うん、それはなんか、ね、ニコラド・クレッシンみたいな作家でもそういうことが起きるから。うん。しかも、あの、ね、かわいい闇のキラス・コエットさんとかもね、うん、結構絵本いっぱいね、書かれたりもしますしね。で逆に日本の漫画家さんが、そんなにいっぱい絵本やるイメージはないけど、うん、それでも、マン・ガ郎さんとかさ、 あ割と最近本いっぱい出されてるし、山本ピッチャーもちろん自覚的に進められてるんですけど、うん、あないわけではないっていう感じです。うんうんうん、そういうのはありますね。まあ、あとなんかね、そういう意味で言うと、このジャック・ゴールドスティーンさんという、はい カナダのケベックのね、作家さんですけれども、うん、この方の同じ星を見上げてという作品。まあ、これ、パッド名本当に、まあ、これ、絵本って書かれてますけれども、<laughs> 絵本なんていうふうなね、あの、位置づけになっておりますけれども、えっと、まあ、この方自体は、そのケベックバンドデスネの作家さんで、まあ、この作品も、うん、まあ、絵本チェックなところもあるんですけど、まあ、こういう感じでね、<laughs> 見開き、ああ、えっと、この、小回りがされているようなページとかも、 あったりして、えー、まあ、逆にこう見開きで結構、え、あの、イラストがね、バーンと出ているのようなシーンとかもあったりして、まあ、絵本と漫画の中間ぐらいの作品なのかなって感じもしますね。こんな、うん、ま、絵本っぽいとページもあったりもしてね。そうですね。なかなかだからさ、海外の画のファンとかが気づきにくいし、うん、日本だといあ。そうですね。そうなんですよ。うん、そうなんですよ。気づきにくいし、なんていうか、 評価しづらいのかもな。すごいいい作品ですけどね、その作品ね。ああね、本当これめっちゃいい作品ですよね。うん、この、あの、イスラム教のね、あの女の子とね、ユデ教の男の子のボイミッツがあるものっていう、ねい。まさにね、今すごくアクチュアルな感じだよね。うん、いや、本当にそうですよね、これね。これもっとなんか注目されてもいい感じですよね。で ちょっとね、ちょっと面白いところで言うと、この、あの、うん、アルゼンチンの国民的人気漫画家のリニー・エルスさんという方が書かれた、演劇した絵本を作るという、この、まあ、あの、え、これもね、絵本と漫画の合いの子みたいな感じなんですけれども、出てくるキャラクターっていうのが、このリニー・エルスさんの、まあ、漫画で、あの、えっと、4コマ漫画みたいなのを描かれてらっしゃるんですよね。そのキャラクターが主人公に になって あの、絵本を作るみたいな、ちょっと小回りとかもありつつ、女の子がね、まあ自分の絵本描いていくみたいな、まあそんな感じのね、あの物語になっていて、あの、なんか絵柄も可愛い。まあ、このね、キャラクターめっちゃ可愛いんですよね。なんか、で、アルゼンチンのやっぱあ作品っていうか漫画作家さんっていうのもなかなかやっぱ日本にそんなにね、紹介されていなかったりもするので、なんかこれはすごく貴重な作品じゃないかなとかって思いますね。ねちょっとどっ コックマンに話は似てるよ。漫画描くっていうところとかね。ああ<ー>、<laughs> 確かに確かにそうですね。<laughs> なんか絵柄もちょっとちょっとなんか近しい感じかもしれないですね。<laughs> あとなんか原さんありますか？えっとね、そうですね。あの絵本 っていうわけじゃないですけど、そのさっきのね、その文字の作品とかに近いようなテーマっていうことで言うと、はい、ーーこういうサピエンス全史っていうね、はい、本そのものがすごいベストセラーになったけど、はい、それの、えっと、これフランスで作られたバンドデシネなんですよね。 それが翻訳されてるんですけど、まあ、こういうのもあります。はい、ちょっと僕、実はまだ読んでないんですけど、<laughs> 本当に読んでないんですかでこれ、あのね、面白いんですよ、サピエンス電子の漫画版。漫画もあ、本当。<laughs> はい、私大好きです。です結構、あの、はい、漫画イン漫画みたいなとこがあったりとかして、すごい面白いですね。はいえー、で、実際、多分売れてるんじゃないかと思いますね、日本でも結構、この作品は。あだと思います。ね ああこれ結構ね、p s d 氏の,の小説というかあの、ね、文章版の方と一緒に並べられて、ね、本屋さんとかでも置かれてたりもするんで、見られている方、多いんじゃないかなと思いますね。そうかそうかでもう一つね、うんあの、同じように壮大なテーマの本ということでいうと、<laughs> このイエンス・ハルダーっていう、<laughs> これドイツの人だったかな、でもうん、うん、フランスで出版されたバンドでしたけど、アルファ。 っていう作品ね。で、これ本当は三部作なんだけど、日本語は一冊目しか出てない。はい、えっとこれはすごい壮大な作品で、えっと、はい、ま人類の歴史っていうのをね、あのなんかこう地球の誕生、宇宙の誕生から描いてる。もう途方もない作品なんですけど、でもうところどころていうか、全部かどうかわかんないけど、すでにあるえっとなんていうか、え それを引用しながらやっていくっていうすごくメタ的な本になっててうんうん、うん、はいなんか途中で浮世絵っぽいものが出てきますよね波のところとかね <laughs>、はい、北斎みたいなのが出てきたりとかねそういうのがちょっと面白いちょっとすぐに見つけられないけど、ね、恐竜とか人間に出てくるところまでいかなかったと思いますけどうん、うん、あそうですねアルファーはね, <laughs> ねあそうそう、うん、あこれ付録か。 いいあその作品、本当ね,ね、なんか、びっくりしましたね。こんな作品が翻訳されているとは、えー、みたいなね。<laughs> ちょっとバンドデシエンの中でも特殊な、ちょっと希少っぽい本ですけど、そういうのは少し、まあ、なんかチャレンジングな本ということで、うん、出しやすいのかもしれない。で、まあ、受けるか受けないかはちょっと博打ですけどね。いやー、これでもね、 あの読まれてない方はね、ぜひちょっと1回、ちらっとでもいいから見ていただきたいですね。うんはい、すごい本です,す。すごい本であることは間違いない。その辺と、それからと全然毛色が違うんですけど、はい、絵本に近いような、これもバンドデシネなんですけど、えっとはい、フロランシャブエっていう作家さんの「東京散歩」っていう作品ね、こも,もう出たの12年だから10年経ってるんですけど。はい これね、すごい面白くて、作者が、えっと、彼女がね、いて、うん、彼女が、えっと、ある会社で働いてて、日本になんかこう転勤になったと。それに転勤だったか研修だったかな、それでについて、日本にしばらく滞在することになって、はい、この作者の方は仕事がないので、 彼女がね、働いてる間、自転車に乗って東京中を回って、面白いものだったら絵を描いていくっていう、<お>そういう作品なんですよ。ええー、面白い。でもう、いろんなレベルの絵が出てくる。こういう地図みたいなのが出てくれば、<ー>えっと、はい、街の風景とか、やっぱり外国人が描くものとしては、この電線みたいなね。ああ、やっぱ面白いんですかね。<laughs> うん で絵も、なんて言ったいいんだろな、割とリアルめだけど、あ、リアルめ、<laughs> ま、なんとも言えないな、えでも、暖かくってね、すごくいいんですよ。で、なんかう東京の,あのこういう、なんつ<ー>っていいのかどうか分かんないけど、軍、はい、ではないようなところとかね、昭和な風景っていうか、そういうところを好んで描いていくみたいな、でなところどころちょっと物語が展開しみたいなこともあって、えっと、ちうっとう、うん。 うん、そう言っていいのかどうか分かんないけど、物語がやっぱ読み取れるといったほうがいいのかな。うんなるほど、はい。そういう面白みのある作品ですね。これね、なんかもう手に入んないかもしれないけど。古、ねね、本でねちっえ、これね、<ー>多分ん、絵が、フォントのセットを作ったのかな。でもこれ、<う>いわゆるフォントじゃないですよ。多分作った手書きでやってると思う、手書きフォントで。えー すごいお金かかってると思いますね。ああ、大変。<laughs> そうなんですねですよ、まあ。でもその味わいが十分に出てくるって感じですね。はい。っていうね。まあそんな作品もあります。東京さん。あ,あとね、なんか私が言うと、まあ例えばね、 あのー、まあ、こういうエセルとアンネストとか、レイモンド・ブレックツの作品っていうのは、ま、絵本というふうに認知されていますけれども、ま、こまわりのあるね、まあ、漫画作品みたいな感じなんですけれども。 あの、レイモンド・フレックスの作品の中だとね、これ、これ読まれました。おじさんっていう作品。えー、<れ>ザ・マンをおじさんって訳してんだ。あ、そうそうそう。ザ・マンをおじさんって訳すんですけれども、なんかある日、少年のもとにちっちゃな小人のおじさんがやってきたっていう。はい <laughs> まあそういうお話なんですけれども、なんかこのおじさんがちょっとね、小汚い感じのおじさんで、なんからちょっとシュールな感じのね、えー、物語になっていて、これちょっとね、面白いです。えー、なんか、大人の方が面白いんじゃないかなって思うようなね、<ー>なんかそういうような作品で。で、まあこれちょっとなんかまあ絵本と漫画の間ぐらい、結構まあ文字要素も多い感じのね、 まあそういうような、あの、作品があったりもするんですけれども、あとね、個人的にお勧めしたいのが、これ、デイビッド・ウィーズナーさんですね。<laughs> あの、まあこれ、漂流物とかすごい有名な作品で、これ、まあ、サイレントな作品でね、まあ、小回りも、えっ、ー、と、あるけれども、まあ、あの、まあ結構、あの、AM のね、要素も多いみたいな、まあそういうような作品だったりもするんですけれども、 これちょっとね、漫画的にめっちゃ読んでもらいたいのが、この、えー、あの、同じくね、デイビッド・ベイズなのね、三匹の豚たちっていう作品があるんですよ。 まあ、これ、あの、まさしく、あの、おとぎ話の、あの、三匹の小豚のお話をちょっとアレンジした物語になっているんですけれども、まあ、あの、あるところに、豚さんのところに、狼がやってきてね、みたいな感じの、まあ、いわゆる、あのね、三匹の小豚のお話なんですけれども、これね、 小回割りの使い方がね、ちょっと尋常じゃなく、とてもユニークというか、えー、もうめっちゃエクサイティングな感じになっていく、えー、とてもすごい話、なんかね、話なんですよ。まあこれね、すでになんかここの、あの、豚さんがコマから離れて、あの、外れてね、うん、あの、飛び出してきてるみたいなところがあるんですけれども、これね、まあ多分絵本としてしか、あの、認知されてないと思うんですけれども、これ これ、漫画読みにこそ、このコマ割りの使い方ってすっごい斬新じゃねっていうことを私はずっと言い続けていて、めっちゃ読んでもらいたい作品なので、これもうあの、ちょっとネタバレするのあんまり見せませんけれども、ものすごい使い方します。これ絶対読んでもらいたいです、えー。はい。あの、デビッド・ウィズナーの三匹の豚たちです <laughs>。僕は読んだことないんで、ぜひ読んでみたいですね。ああ、ぜひ読んでみてください。これ漫画好きの方が多分びっくりすると思う、えー。絵本好きよりかは。 <laughs> えー、と思う。勝手に私は思っております。はい。ということで、えっ、ー、と、今日の海外漫画の本棚はこのあたあ番外編はですね、このあたりで終わりにしたいと思います。海外漫画の本棚は毎週金曜日夕方にお届けしております。 あとは原さんとご一緒に海外漫画ラジオという海外漫画にまつわるニュースや雑談をするポッドキャストもやっております。そちらは毎週火曜日ともしかしたら木曜日12時更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。はい、ではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。